お家の中だったので。でもまあ湿気的にだいぶ雨だろうなって感じ。除湿つけてますが、うん、今日はリモートでお仕事だったのでずっと家にいました。でもねきっとねまだ雨降ってなくても降り出すと思うので、他のところも梅雨入りして梅雨対策をしっかり。もいもちゃんはエアコン掃除したぐらいだけど絶対に除湿をつけたくて、やっぱ雨の時期はね結構湿気にやられるタイプなので、暑さより湿気にね弱いんですよね。なんでしとけばよかったって思う前にエアコン掃除をしました。なんで今は気持ちよく除湿つけてますそう、なんか夏だったらそのカラッとしてきたら、なんだろう、窓開けとくだけで全然過ごせるけど、もう今の時期はねもうジメジメしてるから、開けてもジメジメして暑いし、閉めてても結局ジメジメするので、もう除湿一択って感じで。おいもちゃんはハウスダストアレルギーなの？そうなの、ハウスダストアレルギーです。割となんて言うんだろう、割と大変な方で、ちょっとではないかな、もうガッと吸っちゃったらもうガッと出るタイプ。除湿が最強です本当に。やっぱさ水分吸っちゃうじゃん体が、そしたらねなんか重たいし、嫌な感じになっちゃうから、もう今日は比較的なんて言うんだろう比較的過ごしやすかったです。ずっと家にいて、まあ家にいて除湿つけて外に出る用事とかあったらさ、その差にやられちゃう、あー外ジメジメしてるってなるから、今日はずっとカラッとしてて、今日はお家から出てないです。強いて外の空気に触れたのは空気の入れ替えした時ぐらい。やけどはね全然大丈夫。何度もここにね、ここにかかった、ここちょうどさカップ持ってて、こうなここの部分、こう持った時のここの部分にねピシャンって当たってびっくりした。でも今日は絶対そうならないぞって思って、そう運んだ、ちょっと少なめにした気持ちそう、目がキラキラしてる、だってライトつけてるからですかね、遠目だけど近いと目が疲れちゃうので遠目に一応ライトつけてます。ひどくなくてよかったね。そうなのよ、もうね急いだけど、コップ自体落とさないように冷静になって、とりあえずテーブルの上にカップ置いてそのまま冷やしたお水で、右手冷やしながら左手でやけどした時とか調べてとりあえず冷やさなきゃと思って。でもその後に例えばさ保冷剤とかで冷やしすぎるとなんか良くないって書いてあって、そうなんか逆に冷やしすぎるとそう良くないらしくて、とりあえずまあ何分か水に流して水で冷やして、まあ、そろそろ
左右冷えるんじゃないかって思ったぐらいにやめた。でもね、あちあちだったのでね、いつも作り終わってちょっと置くんですよ、さすがに熱すぎて飲めないから。その時間内で冷やしたってぐらいで、早くしないとね。でもずっとピリ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 してて、やっぱりそう、なんかちょっと熱いぐらいじゃなくて、もうお湯ってさ、もう例えばさ、ヘアアイロンとかヘアアイロンとかでジュってなってもすぐパッて手離せるけどさ、もう一回手にかかったらもうかかっとるよ、かかり終わっちゃってるからさ、もうね、急ぐしかなかった。だからね、ちょ、熱いものを持ってる時は調子よく歌ったりしないようにしようかなって思いました。でもあんまり火傷とかしないからさ、下の火傷とかはさあるけどさ、口の中とかあんまり気になんないからさ、やっぱ熱いものって熱いうちに食べるのが美味しいからさ、口の中火傷することに関してはあんま気にせんかな。まあ前回っていうか、ちょっと前に口の中をその熱々のを飲んでて、やけどしたかなって思った時にが、たまたま歯医者さんに行く時で、その時そのことについて触れられてちょっと恥ずかしかったですね。熱いものをなんか食べましたか飲みましたかみたいな感じでそう、ちょっと恥ずかしかったけど、できるだけね、熱々で飲みたい、スープとかって思って。皆さんも気をつけてください。もし熱いものが当たったりしたときはすぐに冷やしてください。本当にもうすぐにね、わかるもんなんだねって。そう、あの歯茎がむけてたらしい、皮膚が。自分じゃあんまわからなかったけど、わざわざね触んないんで。そう、あとなんか舌がなんか斑点模様みたいになってた、大きめの。なんか調子悪い時にそうなるやつがあるらしくて、それって思われたんですけど一瞬。でもその熱いのを飲んだっていうのをこう伝えた瞬間、あ、それねってなって恥ずかしい。ね、口の中って分かんないよ、何が起きてるか。なんかね、その時は痛くなかったの、別に口の中は。なんか何にも気にせず歯医者に行ったそう、さっきね晩ご飯食べたからね、ちょっと眠いんですよねそう、ちゃんと食べたので。30分ぐらい経ったらさ、お腹いっぱいなとって眠くなっちゃう。左だけ含みみたい、ガーゼがなんかね、こっちはガーゼ飛び出てないんですけど、こっちだけガーゼ飛び出ててちょっと気になる昨日1日1回なんですよこれ貼り替えるの。だからお風呂上がりに貼るんですけど、いつもあ、ちょっとずれたと思って、でもめんどくさくてそのまんま、痛みとかに強そう。どうなんだろう、やっぱさ、その人の痛みってその人にしかわからないじゃないですか。だからなんか自分の大丈夫な痛みなのが、自分の大丈夫な痛みがみんなも大丈夫な痛みなのかってよくわかんないよね。うん、寝てるとき取れそう、それが取れない。こうね、耳の中まで張って、中っていうかそのここのここぐらいまで張ってやる、取れないように。そう、裏もバッチリ粘着力ちょっと強い。まあなんか、まあこれでいいかと思って買ったやつなんですけど、テープ。うん、痒くならないのって、なんかね、最初バッテンっていうかプラスの形でテープ貼ってたんですけど、ここら辺顔の方に貼るとね、痒くてね、そう。
から縦だけにした。運動する時とかはさすがに取れたら困るのでどっちも貼るんですけど、普段はねそんな動くこともないので。鏡見ながら一人で貼るのってそう、傷口の方とガーゼの方両方に貼って塗ってピタッて貼る。あ、メール来たって。始まるちょっと前、本当に5分前ぐらいに送ったやつ一日張り替えないと汗めっちゃ吸いそう。いやでも耳だからね、意外と汗かかないんで意外と大丈夫なんか普段外の音あんまり聞こえないんですけど、天気 その雨の音とか風の音とか昼間すごい音聞こえてて、めちゃめちゃ雨降ってるんだろうなと思ってた。もう5月もあと11日、31日までか。だからめちゃくちゃ早くて、ここ最近2日に1回ぐらいはもう5月終わるやんってなっとる。最近すごく時間が経つのが早くて、今日もだってなんかまださっき起きたみたいな気分さっきは言い過ぎかさっきお仕事終わったみたいな気分、1時ぐらいに終わったんですけど、お話し会まで2週間そう、5、6だから本当にあと半月ぐらいかな。そう、自分で半月って書いたからでもその6月なんだろう、今から6月中旬ぐらいまで多分バタバタすると思うし、コンサートとかまたあっという間に1ヶ月後になってそうだなって思ったね。でもなんか早くはっきりしてほしい、気温とか服装とか。でも6月はすごくやっぱ衣替えのイメージあるから、5月いっぱいはきっとなんか半袖はまだ着てない気がする。さすがに外に出て自分だけ長袖だなって思い始めたら着る、半袖着るかもしんないけど、なんかまだ勇気が出ない半袖で。なんか2枚着るとか苦手なんで、半袖の上に何か薄い羽織物とかがすごく苦手でもう1枚でね済ませたいんですよね。そう、脱いだ時に荷物になるのもね嫌で、そうだから6月からなんか半袖。でもどうなんだろうな、気温によるかな。そう、カスネギ大好きだっておよちゃんもできるだけ1枚でだったらもう半袖って感じがいいな。そう、なんか結局羽織っててもなんか我慢しちゃって結局脱がずに、そう荷物になるのが嫌だからね。だから結局着ちゃってるから、だったら最初から長袖でよかったってなっちゃいそう。毎年さこの時期になるとさ、羽織物って何か着てたっけ持ってたっけって思うけど着ないから持ってなかった、全然。まあ、基本的に暑がりなのでどっちかっていうとね、なんでまあって感じ。なんか寒くてガタガタより、でもちょっと暑いの方が耐えられるのかな、どうなんだろう。雨
雨の日の半袖ってさ、やっぱあの雨が当たるの嫌なんですよね。傘さしてる中に半袖の時って、もちろん長袖で服濡れるのも嫌だけど、それより半袖で雨に当たるのがすごくなんかもぞもぞしちゃうそう、もぞもぞしちゃう。だから雨が降らないのがね一番だな。うん、おいもちゃんといえばワンピースのイメージ。ワンピースがやっぱすごい楽だからワンピースばっか着ちゃう。雨の日は帽子するようにしてるって。もう帽子かぶる習慣がない場合はどうしたらいいでしょうか本当になんか一応持ってるけど、家出てから思い出す、その雨降っ間違えた傘違う帽子を持ってるっていうこと、帽子を今日かぶろうかなって一瞬でも思ったことを思い出す。でもう家出てるからあもういっかみたいな感じのを結構ねやります。だからまだなんなら今年に入って一度も帽子かぶってない。うん、おいもちゃんは小さい頃からずっと背の順一番前って、一番前になったことないです。中学校からは背の高い順だったので、そう一番前に立ったことないんですよ実は。小学校の頃はね高い方だったので身長。身長小学生の時に145を超えてるって割と大きい方じゃない。だって多分小4、4、5ぐらいでそんぐらいになってたので割と大きい方だったと思う。ちっちゃい方ではなかったかな。まあ今時の小学生は大きいんで分かんないんですけど、おいもちゃんの時は全然ちっちゃい方じゃなかったです。まあその結果残念なことになったんですけどそう、うん、小学校の時はねもうね早くなんか伸びるのが1年間ほんと10センチとか伸びてたから早かった。伸びるのがまとめて一気に伸びてピタッて止まった1年20センチぐらい伸びてたと思う。4年生5年生の時ぐらいが一番伸びて1年間でそう10センチぐらい伸びてました。マシュマロ食べて背が伸びるってイベントでやってなかったっけ。やったちょっと前に。でもやっぱマシュマロ食べるって結構体力使うんですよね。うん、1年間で10センチすごいってやっぱそうなのか。でもその時はさやっぱ気づいたら伸びてるから何も考えてなかった。でもその10センチ伸びた時はなんか机のサイズ、小学校の机のサイズって結構あって、それを毎年1個ずつ大きくなっていってたんですけど、1回だけ1個飛ばしてもう1個大きくなった時があって、その時はめっちゃ嬉しかった記憶があるそう毎回1つずつだったけど、成長痛はね全く覚えてない。なんか痛くてもそれがなんか成長痛っていうのがあるっていうのを多分中学生ぐらいの時に知って、もう覚えてもないし、そのもう中学生入った頃にはもう身長伸びてなかったから、ほとんどねもう誤差の範囲でしか伸びてなかったから、うんなかった成長痛は。昔は覚えてないけど、
そう、中学校の時男の子って中学校上がって高校生入るぐらいまでがやっぱ一番伸びるじゃないですか、どっちかっていうと小学校の時より。その時にみんなが痛いって言ってて、あ、成長痛って痛いんだっていうそういう痛いのがあるんだっていうのを知った気がする。うん、最近はねもう身長を測ることもしないのであれなんですけど、でも今は梅雨なのでちょっと大きくなってるかもしれん湿気でね、湿気でちょっと縦に膨らんでるといいな。子供の歯っていつ全部抜けました？え、どうなんだろう、気づいたらね全部抜けてたからね覚えてない、全く。あんまりなんか歯が抜けそうな時にいつもタイミングよく給食で揚げパン出てたことしか覚えてないからそう、だから全然記憶にないし、なんかよくさちっちゃい頃の歯をこう入れ物みたいなのにの入れておいて、なんか全部揃って、あ、全部抜けたみたいなできるやつあるじゃないですか。けどおいもちゃんなんかそういうのしたことなくて、一応なんかケースみたいなのに入れてたんですけど、なんか出先で抜けたら捨てちゃってな気がするだってなんか抜けても困るからさね、なんかどうしてたんだろう、なんかだって歯抜けるのって毎回家とは限らないじゃないですか。もうどうしてたか覚えてないな。家で抜けたらそのなんかそれ用のなんか木でできた歯の形じゃないけどなんかそれっぽいやつに入れてたんですけど、うん、全部は多分入れられてないと思う。なんか下の歯は上に投げて上の歯は下に投げるといいみたいなのあるじゃないですか。あれ歯抜けた抜けたって言ったらそれ言われてやったことある気がする、家からそう、あとは誰だったっけな、ばあちゃんかじいちゃんかパパかママか忘れたんですけど、なんか歯が抜けそうってなった時に寝てる間に歯と足の指を糸でくっつけられてて起きた時に抜かれたみたいな全然本当にいつまでも抜けずにずっとグラグラしてて、ね、でもなんか自分でさこう動かして抜くのも怖くて、そしたら寝てる間にそれされて起きた時にやっぱ動くじゃないですか。でその時にその衝撃じゃないけどその引っ張られて結んでるからねで抜けたみたいな、本人かその友達の話なのかちょっと覚えてないんですけど、そういう感じでやったって人がいた記憶があります。うん、やったことあるってでも私はね、なんだっけ、あの歯医者さんに行って抜いてもらったらってずっと気になっててね、ずっとこう抜けないままだけど、やっぱ歯医者に行くっていうこと自体が嫌でいいって言って抜けるまで待ってた気がする。あれってすごいよね、あのグラグラしてる時ってやっぱ触っちゃうけど全然抜けないし、でもなんか抜けた瞬間って一瞬だからさ、え、抜けたってな、なんかそういう時の記憶とかもどんどんなくなっていくんだろうな。だって最初の歯上と下どっちが抜けたとか覚えてないもん。そう、なんか歯医者とか今ってこそさやっぱさなんかいけるけど自分で、昔って苦手だったな。なんか行ったら歯医者でしたとかじゃないと多分行かないと思う。歯医者行くよって言われたら多分行かなかったと思う。まあ連れてかれてたんですけどね、
物で釣られていってました。基本的にそういうのって、うん、親知らずも勝手にグラグラして抜けていただきたい。え、そうだよね。なんで親知らずだけさ、こんなにさ大変になっちゃうんだろうね。やっぱ大人になると違うんだ。まあ抜くにしてもあっさり終わってもらえたらね嬉しいけど、人生そううまくいかない。今なんか話そうとしたけど忘れちゃった一瞬で。首が頭が重たい今日は。すべて湿気のせい。そう、今日で京都のおしゃべり会のね受付が終わったので、申し込んでくださった方ありがとうございました。本当になんかどうなるんだろうなって感じなんですけど、もうね私が決められることではないので、もう願うしかないですね。開催ちゃんとできますようにって、予定通り。せっかくねこうできるってなったのに、またお預けってなると悲しいので、5に5日の分はあのお昼ぐらいから3引く2の方の振り替えもあるので、2日間たっぷり話せるんじゃないかなって思っております。今日で終わりでした。今日の2時で受付はね、お腹鳴った、消化がお腹が頑張っとる。そう、感染対策をね頑張るしかなくて、なんかねこの間夜寝る前になんか本当にこのまま一生マスクなしで外歩けなくなるんじゃないかって考えたらね、本当に悲しくなってなんか本当に無理って思って。そうなんで、みんながね頑張ったら、まあ、どれぐらい頑張ればいいかは長さ期間的にね、そうなれるかわからないけど、やっぱりそうしなきゃそうできる日は来ないと思うのでね。だってその落ち着いたら何がしたい、一番何がしたいかって聞かれたら、もうマスクなしで外出ることって、風浴びたいそう、やっぱ夏だしさ、もう少しでほぼもう夏みたいなもんだし、しんどいんですよね、蒸れるし。筑後地方巡りも再開したいけど、やっぱりね人がこうありがたいことにみんな行ってくれるんですけど、同じ場所にね、やっぱりその大きくないお店とかだったりするといっぱい来ちゃうと困っちゃうこともあるので、うん、あんまりね簡単に SNS に載せられないっていうのもあるんですよね。そう、それでさ、もし行きましたってなった後にさ、もし何かに私に何かがあった時にさ、やっぱ迷惑かけちゃうことにもなっちゃうので、なんか判断が難しい時ですね今は。
んかなんだろう、外で何かやってるとかだったら、なんかお花とかだったらいいと思うんですけど、まだけどね、なかなかうまくいかなかったですね。本当は藤の花とか取りに行きたかったんですけど、なんかちょうど雨とかあったり用事があったりとかで、もうなんか写真撮れないなってなっちゃったりもしたので、うん、そう、早く気にせずできるようになったらいいなって思います。あと日曜日にサガーズのラジオにお邪魔するので、なんか聞けるのかな、ネットか何かで、なんでちょっとね、どんな感じかまだはっきりわからないんですけど、ちょっと聞いたことあるだけなので、日曜版っていうことで何か変わるかもしれないし、今からどんな感じかなってドキドキしております。ぜひ聞いてください。佐賀に行くことがめったにないので、今無事行けるかなっていうのはちょっと不安ですねそう、たどり着けるかなっていう、ちゃんとそこですかね、一番不安なの。あの方向音痴なので、一回行けば覚えるんですけど、一回目がね、無事たどり着けるかなって思います。まだ地図は見れる方向音痴だからね、大丈夫です。そうね、地下鉄一本で行けるんで、今はっていうか、いつからかとか、いつから行けるようになってるかとかはちょっと知らないんですけどいきます公開収録、公開生配信か、収録じゃないんで、その時放送されるので、うん、なんかやっぱ佐賀に行くのってやっぱ私的に車だったので、車でしか行ったことないのでね、そう、なんか自分の足で行ったことがあんまりない、佐賀大のオープンキャンパスでしか自分で行ったことないので佐賀に、そう、なんでちょっと緊張します。まあどうやって行くかも知らないんですけどね、私は勝手に自分で行くと思ってます。オープンキャンパスに行ったの本当に高校生の時に、本当にそれだけ。なんか駅にちゃんとたどり着けたにしても、そこからが不安だったりするんですよ、いまいち場所を把握してないので、うん、他にオープンキャンパスどこ行ったことあるって、佐賀大にしか行ったことない、うん、なんか自分で行かなきゃいけないオープンキャンパスは佐賀大でしか行ったことない。副大と九州大学は学校で行く機会があるあった、うん、その学校のでみんなで行くみたいな感じで、でしか行ったことないかな、うん、
でもまあなんかその副題行った時は携帯がなぜかその日使えなくてすごい困った思い出しかない。迷ったら電話、なんか迷った時に電話するの嫌なんですよね。自力でたどり着きたい。でもなんだかんだで迷って人に頼って行ったりしたことないかな。結局迷わんのよね。なんか迷うかもっていう気持ちでめちゃめちゃ調べていくから、結局直前に。そうだから意外と迷ったことないかも、なんだかんだで。行けるっしょって行くのが迷うんですよ大体。そう、迷うかなっていう気持ちが、迷うかもっていうのがすごく大事、思うことがね一旦。そしたらねちゃんとね、うん、行けるから。やっぱ自分でできるようになっとかないと。そういうのも分からなかったら調べる、まず自分で。多分さ、なんか私がなんか調べないで聞かれるのが苦手っていうか、あのその手元の携帯は何ですかみたいな。そうなるのが、そのなんか めちゃくちゃあるかって言われたらそういうわけじゃないけど、自分がまずは調べたいタイプだから、調べずに分かんないってされるとちょっとなんか嫌だなってなっちゃう。調べたけどよくわかんなくてって言われたら、こうだよってとか一緒に調べようってできるんですけど、初っ端からわからんって言われたら、まあ妹とかなんですけど、まず調べんね自分でって。そうなる、よく言ってた。まず調べてわからんかったら私も考えるから一緒にって。でも私も言われて育ってきた、分からん時にまず自分で調べなさいってお母さんにね、そう言われて、分からんかったら教えてもらえるけど、まずは自分でなんか調べる癖をつけなさいみたいな、うん、感じだった。まあさ、前はさやっぱりその調べる手段みたいなのってやっぱ限られてたり、めちゃくちゃアナログなことでしか調べられなかったりとかもあったけどさ、やっぱ今はさ携帯とかあるし、まあ簡単に調べられるほどこそこう簡単にこう抜けてっちゃったりもするけど、でもやっぱりまずは自分で調べる癖をつけとくのが大事っていうのを学んだので、もし将来自分に子供ができたらそうさせようと思います。うん、そう、まずはね、分からんかったら聞いていいと思う全然、本当に。なんなら聞くし全然、うん、まずはね自分でと思って感じです。なんで頑張っていきます。そうなんだよ、妹さんは末っ子気質ないの。まあ末っ子はね、末っ子だよねやっぱり。それはなんか誰が悪いとかでもないんですけど、全然末っ子なんで末っ子だと思います。でも最近はね、でも割ともう高校生だし、上2人が社会人ってなるとなんかちゃんとしてくるんじゃないですかね。うん、そう、相変わらず勉強しないで怒られてたりするんですけど。末っ子だからとか一人っ子だからって決めつけられるの苦手って。でもなんかそう言われないように意識し、自分でできてるってなってるんだったらそんなの気にしなくていいと思います。逆に、あ、末っ子だからとか一人っ子だからって決めつけるなタイプなんだねって逆に決めつけてやったら気にならなくなるんじゃないかな。うん、
私もだから別にあんまりなんか気にしないな、人がこう末っ子だからとか一人っ子だからとか、なんなら忘れる、妹いたっけみたいな、会ったことあったら覚えてるけどね、さすがに。そう、なんか決めつけたとしてもね、言わないっていうのがね大事かなと思います。なんか嫌じゃない、だって末っ子だもんねとか一人っ子だもんねとか言われたら、そう、さすがにそれを言うのはないですよ。なんで思っててもね、あ、なんか今の末っ子っぽいなとか思ったとしても、なんか言わないでいいと思います、わざわざ。まあなんかその人の中にもよるかな、でもね。うん、だから私があんまりこう気にしないというか、あんまり考えないからわからないんですけど、でもなんか一人っ子ってどんな感じなんだろうなと思う。でもやっぱ私だったら結局寂しくなっちゃってると思う。兄弟がいて、もちろん喧嘩することもあるし、この野郎と思うこともあるけど、でその一人っ子の友達とかにやっぱ兄弟いるといいなって言われるし、やっぱお互いの感覚ってね分からんよね。逆に私もお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか欲しかったなと思うし、今言ってできるもんじゃないんでね、あれなんですけど。そう、ね、やっぱみんなないものねだりというか、やっぱりね、いたら一人でなんとかしてみたかったとかもあるし、いなかったら一緒にこれしたかったとかあると思うし、でもまあたくさん喧嘩もしたけど今はいい感じになってるんでよかった。あ、今もなんか悪いっすってならなくて。そう、まあなんだろうな、妹的にはやっぱ中高生のなんだろう、まあ、大人になってもわりかしずっと記憶に残ってる時期とかに一緒に住んでないお姉ちゃんってどんな感じで残るんだろうなとは思うんですけど、うん、だってね、ママに妹が2人いるんですけど、ママも長女で妹が2人いるんですけど、私みたいな感じでなんかママと1人目の妹は別に離れてないし、その2人目の妹、その妹ともう1人の人の妹も下の妹も別にこことここは離れてないけど、こことここは離れてる状態とかになると、やっぱりなんだろう、妹が高校生ぐらいの時にはもう結婚してて家出ててっていう状況で、なんかなんだかんだであんまり一緒に長くは住んでなかったとかそういう状況だったらしくて、なんかあんま年齢はっきり覚えてないんで申し訳ないけど、今何歳ってはっきり答えられるわけじゃないんですけど、そう、だからママが結婚した時に妹まだ高校生みたいな感じだったりするか、やっぱ同じ感じだから、なんか妹的にどういう風にお姉ちゃんが見えてるのかわからないんですけど、うん、そこは気になるかな。そう、こことこ
ここは離れたし、こことここも離れてないけど、こことここは離れるじゃん、年齢って。3人兄弟って、まあ3人兄弟の方は分かると思うんですけど、姉も、じゃ妹も姉としてどう見られてるのか気になってるんじゃない？どうも見てないなんか気にしてない全く。うん、妹とは7歳離れてますね。弟とは3歳離れ3歳離れてて、で弟と妹が4歳って感じですかね。だからその間は別にそんな離れてないけど、一番上と一番下離れてる方かな。そんなもんです。だから離れてるって感じはしないかな、間がいるんで。でまあ離れてるっちゃ離れてるけど、離れてはない感覚的には。そう、私と一個下の妹が7歳差ってなると離れてるなって思うかもだ。間がねいるので一人。でもなんだろう、割とみんな趣味とか似てるけど、私もパパも妹弟も私もけど、妹だけすごく流行りに乗るタイプというか流行りにちゃんと追いついてる感じがして、本当に本当に私の妹かってたまに思いますそう、うん、そう、なんかゲームとかよりもなんか芸能人とか、そう感じで、だからなんか私はあんまり、まあテレビ見たりはするけど、すごく好きみたいなのはあんまりなかったから、そうなんか私より流行りのもの知ってるみたいな感じだった前から、なんか洋服とかさ、メイクとかもさ、私よりも興味持ってると思うし、すごいなって思う。坂井家で初めての感じ。あとはもうみんな大体似たような趣味好みなんででも食の好みはね、どうなんだろうな、割とみんなあの時期によって食べられるものと食べられないものが変わる。妹と私は特になんかこの時期はチョコレートとか食べられるけど、ある日突然なんかチョコレートなんか食べらんないかもってなってで、チョコ嫌いだったよねって言ったら、食べれるよみたいな感じのタイプだから、アイスとか買ってくると、なんか弟の好みとかでアイス買ってくると妹食べられなかったりするからかわいそうそう、このチョコレートだったらこのアイス食べられるのも一緒かな、妹と。知らんかった、一緒じゃないってなって、そう、好物ちくわ時代が懐かしいって、今も好きだよ本当に。好きなものはなんかもう当たり前すぎて言わなくなっちゃう。多分今もちくわが好きって言ってたらきっとそれは嘘だと思います、ずっと言い続けてたらね無理して好きって言ってる好きだと思います、きっとそれは。私はね、当たり前すぎて言わない食べ物その1、多分10個ぐらいあると思う。時期によって変わるの大変そうって、そうね、好きだと思って出して急に嫌いって言われたらさ悲しいしねご飯作った時とかに、え、これ食べられないんだけどって、え、この間まで食べてたじゃん。
でもおいもちゃんはなんか前もって言っとく、最近これ食べられんとか。ちくわ風呂はね入ったことないです。塩分って大変なことになりそう。うん、今の髪の長さで外跳ねできますかって。うん、できる、全然できる。でももうちょっと切りたいかな。好きな食べ物ってたくさんあるから、なんて答えたらいいかわからんくなる。確かに、だから毎回なんか言うの変わっちゃう気がする。うん、なんかちくわ以外でとか言われると余計なんかいろんなものが出てくるから、なんかじゃあこの間言ったこれこれはみたいになって、なんかちょっと申し訳なくなっちゃう。嘘じゃないんですよ、全部好きだからいろいろ言うんですけど、でも毎回同じの言っても面白くないじゃないですか。だからやっぱり違うの言ったりも、その時の気分とか食べたいものとかによって変わってくるし、でも毎回違うのもあれだしみたいな。結構難しい。だから全部そのね、質問に全部並べて言うわけにもいかないから、まあ出たのは全部好きって感じですかね。最近だと大葉とか梅のイメージかなって。梅はねもう昔から好きで、最近だとやっぱ梅さゆ飲んでるんでイメージかな。うん、でも別にその一個しか好きになっちゃダメとかじゃないんで。好きなものは好きでいいと思います。オートミールって覚えてるって、今でもたまに使いますね。基本的にお家にあります。なんかお腹空いて間食として使うこともあるし、お出かけでちくわのお風呂に入りたいって言ったのが懐かしい。もう遠い昔の話ですね。今はやっぱ健康志向なので多分言わないですね、そういうことは。多分塩分で体中が痒くなると思います。おいもちゃん塩分取りすぎると唇痒くなっちゃうんで全身が痒くなると思います。やっぱね、昔は若かったんでいけたかもしれないんですけど、今はもうそっち気にすると思います。そう、でもね、ちくわはねなんか何に入ってても好き。なんならあのカレーのお肉ちくわでいいもん。なんか最初あの学校の調理実習で、小学校の時ので、そのなんか生肉を触るのはやっぱりあのもしもの時に良くないから、ちくわで作りますってなって、その時にえってなったんですよ。カレーにちくわ入れんのと思って、入れたことなかったから。でも意外といけたから、いけると思います。本当にびっくりしたけど、まあ、確かにちゃんと火通ってなくてお腹壊すのもね困るから、ちくわにしたらしいんですけど、まさかの出会いで、まあ、そっから食べたことないんですけど。しかもね、その時の調理実習は自分でね材料をお昼休みに自分たちで、その班が決まってて、その中の代表の2人とかで学校の近くのスーパーに食材を買いに行って、その後のなんか 5,6 時間目とかで調理実習って感じだった。
ドキドキしながらさ、全然行ったことあるスーパーなのにすごい初めての感じがして楽しかった記憶がある。生徒が買い出しするからこそ生肉ダメにしたんだね。それもあると思う。でもさ、みんな同じタイミングで行くからスーパーなんか子供がゾロゾロみたいな感じになってた。でもね、高校生になってからのさ調理実習とかさ、そんなん作るのみたいなの作ったりするし、すごいよね成長って。調理実習したいな、また懐かしい。なんかやっぱ作るけど、やっぱ作るのって大変じゃないですか。その慣れると簡単だけど、やっぱ授業でみんなでやるってなると結構体力使って、もう食べる頃にはげっそりしてた。で、片付けのこと考えながらご飯食べてた、その時は。あの今ご飯作って食べてるけど、まだ洗い物してないから最後にねやってて、あこの後洗い物して拭いて片付けてどうのこうのって考えながら食べてた。今も変わらんかな、なんだろう、今はその作ってる間に洗い物したりとかするけど、でもそれをまとめて食べる前にさやってるから、結局なんか疲れちゃってげっそりしてちまちま食べるっていう。そう感じ、変わらない昔から。お腹いっぱいになっちゃう、なんか気持ちお腹いっぱいになってるけどなんかげっそりしてるみたいな、そう感じだった。あとなんかあんまり自分が好きじゃないメニューを調理実習で作らなきゃいけない時の気の進まなさ。大体さ、でも食べたら美味しかったりするんですけど。片付け考えながら食べると美味しく食べれる。そうなんですよ。でもなんかずっと考えてたの、今が何分でこの時間は何時までだから、これぐらいに食べ終わって片付けないと残んなきゃいけなくなるからどうのこうのみたいな。そう、懐かしいですね。ナスとかなくてよかった、確かに本当に良かった。でも最近はあんまり自炊欲がなくて、いつも似たようなのばっか作ってるので、そろそろなんかちゃんとした料理を作りたいなって思います。なんか食材をそれに合わせて買ってくるけど、なんか結局めんどくさくなって、なんかそれでできるもっと楽な料理とかに行っちゃうんですよね。本当に出前はね、あんまりしないです。やっぱ一人だと誰かとご飯食べるとかなるとお家でね頼むと思うんですけど、やっぱ一人だとなんかもったいない気がしちゃう。だって楽しいじゃん、自炊じゃなかった、出前取るのってワクワクみたいなで、来たって食べるぞみたいなの、やっぱ人としたいな。俺はただの私のなんだろう、好みというかそんな感じなんですけど、誰かとしたい。でもピザとかだったらね。煮ると焼くと茹でるどれが多い？蒸す系が多いかな。ヘルシーに蒸しちゃうか煮る、どっちかかな。なんか油はあんまり使わないものが多いです。そう、蒸す、
ムスカにいるかな、どっちかっていうと。ごめん、選択肢にないやつ言っちゃった。そう、なんか蒸してポン酢とか大好きで、ソイムちゃん、それこそね、食べ過ぎたら唇かゆくなるんであれなんですけど、できるだけヘルシーにって感じで、揚げ物もなんか嫌いとかじゃないし、全然ママが作った揚げ物とか好きなんですけど、やっぱ片付けとかめんどくさいし。そう、やっぱりなんかちょっとだけ作るのもったいないから、揚げ物をなんか油をね、毎日揚げ物するわけじゃないから、油とか処理するのもめんどくさいしってなってやめちゃう。なんか調理用油じゃなくて食べ物の油で取るかな、油だったら。うん、そう。まあ考えてないんですけどね、あんまり。そうなのよ、やっぱ油飛んじゃうとね、めんどくさい、でも結構めんどくさいが勝っちゃう。もうこれはね、もう分かってほしい、やっぱ大変、自炊って。家族とかと住んでたらさ、もうさ、逆に作れるようになる気がする。私は一人ってなると、なんか自分のためだけに作るってなると楽しちゃうんですよね。うん。なんか全国のお母さんにどう思いますって聞いたら、わかるって出そう答え。やっぱなんか人のために作るってなると多分作れると思うけど、自分のためだけってなるともう本当にチンでいいじゃんって思っちゃう。よくないですね、アイドルとして。もっと見栄えのいい、見栄え優先のものを作らなきゃって思うんですけど、楽できて美味しかったら一番助かるなって思っちゃう。そう、こんな感じ。あ、もう7時過ぎちゃったんで、そろぼち終わりたいなって思います。今日は本当にただの雑談だったんですけど、まあね、またリハーサルがちょっと始まるので、今月は多分そんなに配信何回もできるわけじゃないんですけど、できる時にやりたいなって思います。それではランキングを読みます。13位、ゆのきさん、おいもちゃん推しって、ありがとうございます。あのアクセントの場所合ってるかな。ありがとうございます。12位、パルメザンさん、ありがとうございます。11位、うちてつさん、ありがとうございます。10位、なんて読んだらいいんでしょうか、アットマーク YS アンダーバーフォレストさん。ちょ、正解がわからないので教えてください。ありがとうございます。初めて読んだ、なんか急に色変わったけど大丈夫かな。9位、トメさん、友達、ありがとうございます。10位、ひーちゃん、熱いカップを手放さずに持ってた自分を褒めてください。そうなの、あの時手離してたらもう撒き散らしてたことになるからね、梅のあの潰してね、梅さゆ、梅入ってるんで、もうその潰れたやつが散らばることになるから大変なことになるとかだった。ありがとうございます。7位、おぬきさん、ありがとうございます。6位、マーシーさん、おいもちゃん推しって、ありがとうございます。5位、はやったーさん、初子の夢物語撮影順調って、あのお蔵入りしましたね、あれはちょっとあのなんだろうな、結構大変だったんですけど撮影するのは、でもやっぱりね、なんかちょっと放送するには長すぎるということでお蔵入りになりました。ありがとうございます。4位、しのぶさん、芋立ち、ありがとうございます。3位、海坊主さん、萌えちゃん推しですって、ありがとうございます。2位、クリボーさん、今日も声だけ聞いとるよんって、
ピースしとる。ありがとうございます。1位のりあつさん、芋だちありがとうございます。急に喉乾いてきたよし。あ、そう、生誕 T シャツもね出したので、タオルの方が初めてな感じで、ちょっとみんなの反応がどうなるかって感じなんですけど、好きな人は好きだと思うので楽しみにしててください。だから今回はどっちかっていうと T シャツはあんまり冒険してないですね。タオルの方が冒険しました、私的になんですけど。なんでまあ来月あたりに、来月の今頃あたり、まだ7月分がね最近発表されたので、まあ15日前後ぐらいに発表されるんじゃないでしょうか、わかんないけど予想ねなんでぜひゲットしてくださいって感じで、お腹が鳴りました、喉も鳴りました、同じタイミングでじゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。あ、おしゃべり会とオンライン握手会の応募も本当にありがとうございました。当日楽しみにしております。それでは、See you again! また来て again! おやすみ。まだ寝ませんが、今からお風呂のスイッチを、お風呂のお湯を入れたいと思います。バイバイ。